ただいまご紹介に預かりました沖縄セルラーでの上原と申します。本日は貴重なお時間を頂戴いたしまして誠にありがとうございます。限られた時間ではございますが沖縄セルラー電話をご理解いただければと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日、手前のところですね、説明につきましてこの3章立てでご説明を進めさせていただきたいと思っております。まず、沖縄セルラーとはというところでございます。沖縄セルラー電話、ご覧の通りですね、所在地沖縄県那覇市にございます。まあ、名前にですね、社名に沖縄と付いておりますので、まあ、沖縄の会社だということはご存知かと思いますが、なかなか沖縄セルラー電話という企業名はご存知ないかと思います。那覇市松山、この写真ございます、ビルがございますけれども、10年前にですね、これ、建てた、沖縄セルラーの本社でございますが、それ以前はですね、日銀、日本銀行の那覇支店がありまして、その跡地を私ども入札でですね、手に入れたというところでございます。中にありますですね、1階のエントランス、エレベーターホールにですね、その元々の日銀さんの大金庫の扉がですね、ドーンとですね、モニュメントとして残されております。株主総会でですね、ご来場された株主の皆さんはそちら見てですね、かなり驚かれます。ぜひですね、皆さんご機会がありましたらですね、株主になられて、ご来場いただければと思っております。で、社長がですね、菅と申します。こちらはですね、経理で、親会社の KDDI で、今週も営業本部長などを歴任し、その後ですね、KDDI の子会社であります、UQ コミュニケーション、こちらの社長を経てですね、2021年から、一昨年からですね、沖縄セルラーの社長に就任ということで、今3期目を迎えているというところでございます。沖縄セルラーのですね、設立の経緯につきましてご説明したいと思います。1991年の6月に設立はされていますが、その以前、前年のですね、1990年の10月に、沖縄の経済人の方、そして本土の経済人の方々が、沖縄県の経済振興が振るわないということでですね、沖縄懇話会という、沖縄経済振興のためにですね、会を設立しました。その中で、京セラの創立者で、また、当時第二電電の会長されておりました、稲森氏が、沖縄県に携帯電話会社を作ってはどうかというご提案をしましたところ、皆さんから賛同を得てですね、KDDI と、そして、県内の有力企業の皆様、合計43社の出資のもとですね、誕生したというところでございます。で、翌年のですね、10月には、携帯電話サービスを開始しまして、20年近くですね、携帯電話1本で、ですね、活動してまいりました。その後ですね、2010年の1月に、当時、沖縄電力の子会社で、固定通信インフラの方をですね、手掛けておりました、OT ネット、こちらを子会社がいたしました。で、OT ネットにつきましてはですね、FTTH サービス、ファイバートゥーザホーム、光インターネットサービスですね。こちらを手掛けてたのですが、ご自身のですね、販売ではなかなかお客様が集まらず、設備につきましては、会計上減損処理をしたということでですね、なかなか、営業が振るわなかったというところがございましたので、私どもと共にですね、モバイルと、そして FTTH、移動通信と固定通信をですね、提供することでですね、うまくいくんじゃなかろうかということで、私どもの子会社から。させていただいたということでございます。ですから、沖縄県におきましてはですね、この移動固定、両方の通信を手掛ける総合通信事業者ということでですね、沖縄セルラーが成り立っているということでございます。で、2019年の11月につきま、になりますとですね、今度また沖縄電力さんと今度は業務提携いたしまして、一般家庭向けの電力の供給事業、au 電気をサービス提供開始したというところでございます。このようにですね、沖縄セルラーにつきましては、沖縄のためにという声から生まれまして、沖縄のためのですね、総合通信事業の会社という形でございます。で、このようなですね、会社設立の経緯ございまして、この経営の理念、私は携帯電話サービス開始の92年、10月の前のですね、7月に入社しまして、まだサービス開始前なんですが、毎日ですね、この朝礼の中で経営の理念を唱えておりました。一番のですね、この事業を通して沖縄経済の発展に貢献することというのが先ほどのですね、会社設立の経緯につながっております。
またですね、この4番目にございます、沖縄県の名実ともにトップ企業になることというのを、ちゃんと入社して、本当サービスも開始してない中で、沖縄県のトップになるって、なんかちょっと大きなこと、言うなと思ってたんですけども、まあ、今となってはですね、沖縄県でもトップの利益を上げることにまでですね、制度できておりますので、まあ、この経営の理念、しっかりとですね、実現できているというところでございます。続きまして、こちらの方がですね、沖縄セルラーのサマリでございまして、左側が財務関連の数字を並べております。で、右側は株式関連を並べております。まず左側なんですが、上の方からまあ総資産額が1196億円、純資産額が1011億円ということで、自己資本比率は 82.6% と、まあ、非常にですね、強固な財務基盤ということがお分かりいただけるかと思います。続きまして、終えた期の前期のですね、営業収益は772億円で、当期純利益につきましては108億円でございました。で、EPS、一株当たり利益につきましては204円。そして、ROE、自己資本利益率につきましては 11.1% ということでですね、収益性につきましてもですね、高い収益性を確保できているというところでございます。続きまして、右側の株式関連でございますが、上から2番目にあります、時価総額で1690億円でございます。こちらは4番目にあります、株価。これは12月6日、先週のですね、終わりのベース、12月6日のベースなんですけれども、3435円で計算したところの時価総額1690億円でございます。PBR の方が 1.81 で、1.81 倍でございまして、あと配当成功が4割を超えていると。配当利回りはまあ 3% 弱というところでございます。で、こちらがですね、ちょっと株価の推移を参考までにしておりますけれども、これ、こちら株価のチャート10年分でございます。まあ、日経新聞などで皆さんもご確認いただけるかと思いますけれども、ご覧いただきますとですね、この10年、しっかりとですね、右肩上がりで株価は推移しておりまして、12月3日、先週におきましてですね、この資料を作った時点では3435円ということで、その日、新高値を更新しまして、またさらに翌日にもですね、高値更新したというところでございます。で、まあ、今現在大体3400円のところを推移しているというところでございます。では続きまして、沖縄セルラーのグループとしての体制図がこちらでございます。まあ、真ん中に沖縄セルラーございますが、先ほどの通り、親会社は KDDI でございまして、51.1% の出資となっております。そして私ども沖縄セルラーのにはですね、子会社がございまして、左側、沖縄通信ネットワーク、OT ネットという名前を変えましたけれども、私どもが 77.5% の出資となっております。で、元の親会社であります、沖縄電力の方もですね、20% まだ保持していただいておりまして、まあ、彼らから見ますと、持ち分法の適用会社ということでございます。ですので、まあ、沖縄電力さんにはですね、今現在でも、ケーブルの敷設の際にはですね、電柱などを、貸していただいているということで、かなり協力をいただいているというところでございます。あともう一点ですね、沖縄セルラーの 100% 子会社で、沖縄セルラーアグリ&マルシェ、こちら新規事業でですね、観光や、アグリ事業、農業ですね、こちらを手掛けているというところでございます。続きまして、沖縄セルラーの事業の概要でございます。まず左側が、主軸となります通信事業でございます。で、通信事業におきましても、移動通信、モバイルの方で3ブランド、使い放題が特徴の au ブランド、そして、大容量、小容量をですね、リーズナブルにお使いいただきます UQ モバイル。さらにはですね、オンラインなどで新規契約などの手続きをします ほぼ。こちらは若い方々中心にですね、人気博しております。続きまして右側が FTT 固定通信でございます。光インターネットなどのサービス手掛けておりますが、au 光チュラという子会社沖縄通信ネット、OD ネットのインフラを使ったサービス au 光チュラと、それから自身でですね、自分自身での投資ではなかなか回収できないという地域におきましては、光ゆいまるという NTT の西日本がコラボとしてですね、おろしております、光ゆいまるというブランドでですね、この2ブランドで FTT サービスを手掛けているというところでございます。続きまして、成長領域ということで右側でございますが、au 電気。こちら、先ほど説明した通り、沖縄で、電力さんとのコラボでございます。そして、ソリューション事業、あるいは、子会社の沖縄セルラーのアグリ&マルシェ、そして、ヘルスケアの事業、といったところをですね、成長領域としてですね、掲げております。まあ、このように、通信を軸としまして、多彩なサービスを今提供しているというのが、沖縄セルラーの事業の全体概要ということでございます。
はい、続きまして、各事業につきまして少し詳しく説明いたします。まずモバイルです。モバイルの契約数につきまして、左側契約数の推移を示しておりますが、はい、こちらご覧いただきます通り右肩上がりで、しっかりと成長しておりまして、終えた23年9月末におきましては66万契約ということで、ございます。でこちら、沖縄県内でのシェアにつきましては、右側にございます通り、沖縄セルラー約5割のシェアを持っております。ですので沖縄県では2人に1人が、沖縄セルラー電話の結構契約をいただいているということでございます。続きまして FTTH 光インターネットサービスでございますが、こちらにつきましては左側の通りですね、契約回線数が終えた期で12万2200契約というところでございます。こちらにつきましては右側、県内におけます回線のシェアは約3割となっております。携帯電話の5割には、だいぶ見劣りいたしますけれども、こちらのサービスと掲げてまだ13年ほどというところでございますので、こちらもですね、しっかりとそのモバイルのシェアに近づけていきたいということで、光通信を伸ばしていこうというところでございます。ちなみになんですが、下にございます、光インターネットサービスの沖縄県内での普及率なんですが、全国 63% 超えに対しまして沖縄県では 57.9% ということで、全国に比べて普及率は遅れておりますものの、毎年毎年ですね、全国の普及率に近づいていくというところでございますので、市場も広がっている中ですね、シェアもですね、しっかりと伸ばしていこうというところですね、こちらをですね、今後の成長のドライバーとしてですね、考えているというところでございます。続きまして、成長領域の au 電気でございます。こちらも右肩上がりと言いたかったところなんですが、ご覧いただきますと、この去年の9月末をピークに一旦、減少しました。こちらにつきましては、昨年、円高あるいは燃料費の高騰などがございまして、お客様に請求できる燃料費調整額、こちらがですね、お客様請求できる上限を超えてしまいましたので、結局事業者側が逆罪で被っていたというところがございましたので、このサービスをですね、もう上限を撤廃させていただくということで、サービスをちょっと変更させていただきました。結果ですね、お客様に対しましては、値上がりになるというところがございましたので、お客様にはしっかりと、もう値上がりしますので、というアナウンスをさせていただきました。結果、沖縄セルラーからですね、また沖縄電力にお客様は契約を変更して、いただいたということですね、かなり大きく減少しました。ただしですね、今年に入りまして、6月には、大手の電力会社さんもやはり自ら被っているのが、非常に厳しくなって、値上げの申請をしまして認められました。結果ですね、沖縄セルラーの au 電気と、沖縄電力の料金、こちらが、同じ金額、同じタリフになりましたので、私どもまた営業活動を開始しまして、第2クォーターからはまた順増に転じておりまして、わずかでございますけれども、順増しているというところでございます。で、基礎にはですね、まだその辺の状況見えませんでしたので、今期の順増数は大体1200契約だろうというところで、予想しておりました、4月には。が、この第2クォーター、順調に獲得ができることになりましたので、続きの順増予想をですね、1万契約と大きく情報修正させていただきます。というところでございます。はい、このような形で au 電気がまた復活しているというところでございます。さらには成長領域、このように事業創造によります沖縄の課題解決ということで、左端にございます、沖縄県の企業の皆様のお悩みの課題解決というところでですね、ソリューション事業をしっかりと強化しまして、さらに真ん中スマート農業植物工場などをですね、手掛けているアグリ事業、そして健康管理アプリを手掛けますヘルスケア、こういったところをですね、成長領域として力を入れていっているというところでございます。はい、ここからはですね、沖縄セルラーの社会貢献活動を4点ほど説明させていただきます。まず生物多様性への取り組みということで、こちらちょっと写真に載ってますけど、西表島というですね、沖縄県の西側、石垣島って皆さんご存知かと思うんですけど、そのさらに西側、台湾側にございます西表島です。こちらには、西表山猫という特別天然記念物など、貴重な種類の動植物が多数ございます。このような島でございますけれども、外来種の侵食によりまして、その貴重な固定種がですね、
の存続が危ぶまれているというところがございまして、この右側にあります写真ですね、アプリ、スマートフォンに映っているアプリなんですけども、このアプリが、バイオームというアプリなんですが、映像を映しますとですね、写真を映します、映しますと、動植物の種類を判定できるという、アプリでございます。ただしこちらは通信を、通信によってですね、クラウドコンピューターにつないで、判定するというところなんですが、この西表島、人口はかなり少ないところなんですけども、海岸線にしか平地がなくて、そこにしか人が住んでない。でこちらはあの写真の通りですね、左側にあるんですけど、河口から8キロ離れた中なんですが、もうジャングルです。マングローブ林のジャングル。なんですので、人が住んでないものですから、残念ながら携帯電話の電波が届かないというところなので、このアプリがそのままでは使えないというところをですね、スターリンクという、通信衛星、ございまして、その通信衛星を使って、電波、Wi-Fi を吹きまして、通信によってこのアプリを起動させて、判定するというところに取り組みでございます。これらの、こちらにおきましては、環境省や、沖縄県、あるいは、この自治体、西表島とですね、対約しましてですね、調査活動を行い、沖縄県のこの生物多様性の保全に貢献するというところでございます。続きまして、カーボンニュートラル実現への取り組みでございます。こちら左側にございます、これ、鉄道基地局なんですが、まあ、こちらから、電波を吹いています。で、この電波を吹くためにかなりの電力を使用しますが、こちらございます通り、この、鉄道の手前にですね、太陽光のパネルございます。このパネルによって太陽光発電で、昼間はこの太陽光発電で、電気を、賄いまして、夜につきましては、まあ、沖縄電力が、提供しております CO2 フリーメニュー、カーボンニュートラルのメニューですね、こちらを利用しております。従いまして、この24時間、365日、二酸化炭素 CO2 を排出量をゼロでですね、賄えるというこの基地局が完成できたというところでございます。こちらは第1号局なんですけれども、今後この基地局をどんどん広げていきまして、私どもがすでに発表しております、2030年までに自社の CO2 を実質排出ゼロというクリーンエネルギーゼロマップを発表しておりますので、こちらに向けてですね、この基地局を展開してまいりたいと思っております。続きまして、沖縄県の DX を推進というところでございます。沖縄県につきましては残念ながらですね、労働生産性が全国最下位でございまして、まあ、この要因の一つとして挙げられるのがですね、DX の取り組みがかなり遅れているというところでございます。こちらにつきましては、沖縄県のですね、企業様や、あるいは沖縄県自治体の皆様、DX のまだスタート地点にいるような方々にですね、お声掛けしまして、今回は100名、無料でですね、この DX の基礎研修を受けていただいたというところでございます。まあ、これらの活動をですね、今年だけではなくて、今後もですね、続けていきたいというふうに考えております。社会貢献活動最後になりますけれども、沖縄県の子どもたちへの支援ということで、沖縄の未来の担う子どもたちに対しましてですね、通信会社として支援をしております。例として2点挙げておりますけれども、左側、離島携帯奨学金。沖縄県には離島数々でございます。その中でもですね、高等学校がない、離島が23の離島ございます。これらの離島に住む、子どもたちは中学までは、もちろん地元なんですけども、高校になりますと独り立ちしてですね、沖縄本島だったり、高校のあるエリアにですね、一人で旅立つというところでございます。このようなですね、子どもたちのためにですね、携帯電話のサービス3年分、そしてまたスマートフォンを1台ですね、無償で提供しているというところでございます。こちらは2015年度から開始しまして、延べ370名に支援をさせていただいているというところでございます。右側、子ども基金でございます。沖縄県では、子どもの貧困問題がかなりの問題となっております。2015年に、沖縄県が調査しましたところ、3人に1人は貧困家庭の子どもたちというところでございました。従いまして、私ども沖縄セルは2016年度から子ども基金を立ち上げまして、毎年ですね、5団体ほど、1団体に30万円ほどの支援を、寄付をさせていただいているということで、こちらも継続して続けさせていただくというところでございます。続きまして、沖縄セルラー電話、経営方針につきましてご説明させていただきます。沖縄セルラーの経営方針、増収、増益、連続増配、この3つの増を用いまして、経営目標は3増と申し上げています。さらにはですね、配当成功は 40% 超ということで、3増プラス 40% 超、
ちらを経営方針として掲げさせていただいております。その状況でございますけど、まず業績の推移でございます。左側が営業収益でございます。右肩上がりで推移しておりますけれども、22年3月期ですね、こちらにつきましては少しへこみました。へこんではいるのですが、こちら会計基準の変更がございまして、収益認識に関する基準が変更となりました。結果ですね、減収に出ておりますけれども、同一基準、従来の基準と、が継続していた場合でありますとですね、こちらも増収となっておりましたので、実質的には、こちら13期ですね、連続で、まあ、増収になっているのかなというところでございます。右側でございますが、こちらは営業利益でございます。こちらはしっかりと右肩上がりで、増加しておりまして、今期の業績予想、20年3月の業績予想、163億円を達成しますと、12期連続での増益を達成するというところでございます。続きまして、こちら、一株当たりの配当金の状況でございます。こちらにつきましても右肩上がりで推移しておりまして、20年3月期、足元の期でございますが、こちらの月の配当予想を100円とさせていただいております。こちらを達成いたしますと、23期連続の増配という形になりますし、また配当成功につきましては、これが実現しますと 43.3% ということでございまして、先ほど述べましたとおり、3増と、そして、配当成功 40% 超、こちらがですね、今推移しているというところでございます。続きまして、沖縄セルラー電話、設立30周年を超えまして、初めて中期計画、経営計画を昨年ですね、発表させていただきました。中期経営計画は2022年から来期24年までの3年間の計画でございます。そちらの事業戦略を申しますと、通信を核とした両機器の経営ということで、両機器というのは左側、既存事業の進化、そして右側、成長領域の拡大、この両機器を示しております。左側、既存事業の進化につきましては、5G ネットワーク戦略、そして 5G 戦略とマルチブランド推進によります収益の最大化というのを既存事業進化に挙げております。で、右側、成長領域の拡大につきましては、エネルギー事業、そしてソリューション事業の推進と、事業創造によります沖縄の社会課題の解決、こちらを掲げております。その状況でございますが、既存事業の進化ということで、進化を支える 5G ネットワーク戦略、こちらにつきましては、左側、中期経営計画では、2024年度に人口カバー率、沖縄県全島でですね、95% 以上を達成しようということを掲げさせていただいています。こちら、計画を発表する前の年、21年度につきましては、全島ではなくて沖縄本島だけで、90% という人口カバー率を達成しております。で、22年度から24年度にかけてましては、まず全島で 90% を達成したし、その後全島で 95% を24年度という目標を掲げまして発表させていただきました。で、右側でございますが、足元、2023年9月超えた第二四半期の決算発表で説明させていただきましたが、計画を1年半前倒しで、人口カバー率 95%、全島での 95% を達成したということを発表させていただいております。で、これがですね、順調に進んでおりますのがこちらでございます。こちらも中継企画で発表させていただきましたが、石垣島や、宮古島など離島の海底ケーブルを敷設しまして、ネットワークの強化と沖縄全域での 5G の拡大を実現するということで、海底ケーブルの敷設をですね、進めているということを発表させていただきました。で、右側でございますが、こちらも、足元でございますが、今年の7月にですね、離島海底ケーブル、順調に推移、しましてですね、運用を開始しております。で、運用開始しただけではですね、まだ電波は吹きませんので、宮古島や石垣島の各基地局、電波を吹いている基地局のですね、通信を 4G から 5G へと、どんどんと切り替えております。ここがかなり、順調に進みまして、特に宮古島で、ほとんどの基地局をですね、5G 化しまして、95% を一か早くですね、達成したというところでございます。そのネットワークの整備が順調にしまして、では、収益の最大化はどうかということでございます。左側、収益計画で去年発表しましたのが、マルチブランド通信アップ収入。こちらは通信で得られるお客様からいただきます、毎月の収入。こちらの合計をですね、増収に持っていくということでございます。
こちら増資に持っていくことは、まあ、もともと減少だったんですけども、皆さんもご存知かもしれません。菅政権がですね、日本の携帯電話の、特にスマートフォンの、通信料金が高すぎるということで、料金の値下げを要望されまして、通信各社、料金の値下げに、が行いました。それが21年からですね、大きく減収になっているというところでございまして、この減収をいち早く止めてですね、まあ、24年には、23年をそこにして24年には反転させようという計画を去年発表させていただいたというところでございます。でこちらがですね、右側、1年前倒しでですね、22年がそこになりまして、今23年の上期で比べますと、前年の上期と比べますと、まあ、反転しているというところでございます。まだ1年終えてないので、ちょっと気が早いかというところでございますけれども、まあ、足元でも順調に推移しておりますので、こちら、2020年の2年度そこに、今年度、23年度、そこ打ちの反転という状況ですね、達成できるものと見ております。あと、成長領域なんですが、成長領域につきましての中期経営計画は、もともと2021年度に成長領域の売上規模が100億円規模だったものを、24年度までに 1.5 倍、150億円を目指そうというところで発表させていただきました。こちらにつきましては、終えた22年度、こちらでも137億円まで拡大しまして、まあ、順調に推移しております。24年度の150億円に向けてですね、こちらしっかりと成長利益に、伸ばしていきたいというふうに考えております。あと、財務目標でございます。中期計画、経営計画では、一株当たりの純利益につきまして、21年度で198円であったものを30円伸ばしまして、228円。21年度比でいきますと、プラス 15%。こちらを目指そうという計画を発表させていただきました。こちらにつきましての足元の状況、右側でございます。今年度、まあ、利益の目標と、それから、株式の、自己株式の取得ですね。こちらをどんどんと推進しております。後ほどまた説明いたしますが、こちらによりまして、一株当たり純利益が今期、もう 230.82 円を予測しておりまして、こちらは、中継計画の方ですね。こちらもですね、1年前倒しで達成できるのではないかろうかというところでございます。中継計画の最後になりますけれども、キャピタルアロケーション、経営資源の配分でございますが、まず私ども3年間で、営業キャッシュフロー、3年間での累計を約500億円規模稼ぐということで見込んでいます。そしてこの500円規模をどう使うかというところでございますが、左側、5G などの設備投資、基盤となります設備投資、5G の設備投資を3年間で200億円規模、考えております。で、残りにつきましては、成長に向けた戦略投資として、例えば M&A などで、成長利益をしっかりと伸ばしていこうというところでございます。まあ、これによってキャッシュフローを創出、さらに、創出していくというところでございまして、これによりましてですね、さらに下でございますが、増配、あるいは機動的な自己株式の取得の実施によりまして、株主様への還元につなげていきたいというふうに考えております。最後となりますが、株主還元でございます。先ほども申し上げましたが、自己株式の取得を実施しております。初めて実施いたしましたのが、2020年の5月でございまして、21年3月、この1年間でですね、20億円規模、20億円の自己株式の取得をまず一度行いました。その次の期は一度開けましたが、さらに23年3月期、これ22年の5月からですが、今度は規模を膨らませまして40億円、40億円をこの23年3月期自己株式取得収入推進、実行してまいりました。さらに今期24年3月期になりまして、83.7 億円というこれは公開買い付けを行いました。で、公開買い付けの先でございますが、ほとんど経理で親会社から、バイバックさせていただいております。83.7 億円を、自己株式取得ということでしまして、まあ、さらにですね、市場からの買い付けをまた8月から始めまして、今30億円の、予定でですね、推進して、株式取得を、進めているというところでございます。まあ、このようにですね、この4期で合計173億円を超える自己株式の取得をしているということでございます。まあ、これによりまして、一株当たりの純利益をどんどんと高めて、株主の皆様のに、この価値を高めていただいていこうというところを取り組みしているというところでございます。続きまして、配当金でございます。今回、中間決算につきまして、におきましてですね、通期の配当予想、4月に発表した、予想をですね、情報修正いたしました。
4月に発表しましたのが、左下でございますが、気象予想、中間45円、期末45円の通期90円というのが、もともとの、配当予想でございました。で、今回中間、決算におきましてはですね、50円、プラス50円の通期100円ということでですね、通期で結果10円、情報修正、まあ、11.1% 増というところで、情報修正をさせていただいたところでございます。まあ、これによりまして、先ほど自己株式取得を進めてまいりましたので、配当成功は4割を切る状況になったので、こちらを情報修正したことによって、40% 超え、43.3% の予想というところになったというところでございます。で、こちら一株当たりの配当金の状況、先ほども繰り返しになりますけれども、この100円を実施するということでですね、しっかりと右肩上がりで23期連続の増配を達成できる見込みというところと、配当成功も4割超え、40% 超え、これが達成できる見込みというところでございます。さらにはですね、個人の株主様、個人の投資家の皆様にかなり喜ばれております、株主優待でございますが、株主の皆様のですね、日頃のご支援に、の感謝、にですね、感謝するとともに、まあ、当社の事業に対しますご理解を深めていただくこと、こちらを目的としまして、実施しておりまして、今年度末3月をですね、基準としまして、株主優待今期も続けさせていただきます。株主の優待の内容としましては、保有株式数や、それから、保有期間に応じまして、3000円相当から1万円相当の株主優待カタログのギフトですね、を6月頃に株主総会前後にですね、お送りさせていただくというところでございます。右の方に写真ございますけど、右下のですね、2点、石垣牛でですね、アグー豚のセット、あるいは、パインですかね、フルーツマルシェ。こちらにつきました、先ほど沖縄セルラー、子会社であります、アグリ&マルシェ。こちらの提供しています沖縄セルラの商品でございます。これらもですね、かなり人気の商品となっております。はい。以上が株主還元でございました。で、本日の説明事項につきまして、まとめさせていただきましたのがこちらでございまして、大きくまとめますとこの3点かと思います。1点目が自己資本比率 82.6% と健全な財務と、シェア、モバイルの方で5割、そして FTTH で3割ということで、契約数も非常に好調というところが1点目。2点目が、通信アップ収入の23年度底打ちの反転、あるいは EPS の成長、21年度比、15% アップ、これらの目標をですね、まあ、1期前倒しで進行しているという状況。そして3点目が、増収、増益、連続増配、プラス配当成功 40% 超、そして機動的な自己株式の取得ということで、株主還元もしっかりと行っているという、この3点が本日説明した、まあ、大きな内容かと思います。限られた時間でですね、本当は、もっとですね、いろいろと説明させてあげたいところでございますが、ぜひともですね、私どものホームページもかなりいろいろ情報を載せておりますので、ご覧いただいて、ご理解を深めていただければ幸いでございます。本日はご清聴どうもありがとうございました。はい、ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。シェアの5割はこちらですね。はい、シェア5割なんですが、まあ、このこちらで説明するよりもですね、もう一度繰り返しになりますけど、こちら会社設立の、まあ、経緯のところでお話ししました。沖縄県の、経済人の方々、そして本土の経済人の方々が集まっていただいて、まあ、43社で、KDI 含めて43社で出資をいただいたというところございますが、結果ですね、この株主の皆様が、私どもの携帯電話の代理店をまず最初に、代理店になっていただいたというところがかなり大きいです。当時ですね、まだ1992年というと、携帯電話っていうのはかなりの高額、月額料金もそれからイニシャル料金も高くて、個人でお持ちになっている状況じゃなかったですよね。社長さんが車に乗せてたりとかいう、まあ、カーテレフォンの時代。やっと、ちょっと大きめの携帯電話が出てきたというところで、社長さんがやったりお持ちになっているということでした。まあ、このような状況でしたので、この企業の皆様がご出資、株主、代理店になっていただいたということで、ご自身の会社の取引先の皆様、社長様にですね、どんどんと
販売していただいたというところが大きいと思います。その結果ですね、92年にサービスを開始しまして、翌年の93年にはシェアが 70% を超えたというところでありました。昨日の途中で 75% までだったんですけどもね、 70% を超えたというところです。まあ、2社しかないので一方が行けばかなり行くんですけども、やはり先にですね、こういうふうにシェアを伸ばしたというところがかなり大きいというところでございます。これは地元の出資のおかげ、地元の企業の皆様に出資いただいた、地元を味方にさせていただいたというところでございます。で、沖縄セルラーは、ずっと独立しておりますけども、皆様ご存知でしょうか、携帯電話の会社、北北海道は北海道セルラーから九州セルラーまでございました。で、こちらには中国セルラーがかと思います。で、こちらのセルラー会社は2000年には KDDI、 親元の KDDI にですね、吸収合併されまして、まあ一社になったということで、基本的に NTT さんもそれからソフトバンクさんも本社は東京にあります。で、沖縄はドコモさんもソフトバンクさんも、まあ、沖縄支店みたいな形ですね、なってます。ですが沖縄セルラーだけはですね、KDDI から独立して本社が沖縄にある、沖縄に本社があるということは、我々は100% 沖縄のためにという営業活動ができます。他社は沖縄人口 1% ですから、力の設備も 1% ですので、まあ、後回しです。外部人のエリアを作るにも後回しですし、まあ、様々な投資というのは後回しになりますので、やはり私ども沖縄セルラーが本社が沖縄にあって、沖縄の企業の皆様にですね、応援していただいたというところがですね、非常に大きいというところでございます。あともう一点だけ挙げると、携帯電話って皆さん、電波が繋がってなんぼだと思うんですけども、沖縄でセルラー電話、先ほど、設立の時にもですね、ですけども、企業の皆様にお手伝いいただきまして、かなりエリアが充実しましたので、特に漁師さんが会場で使うときに、沖縄セルラーだけはどこまで行っても繋がるねという、つまりエリアが広いねというのを、かなり、皆様にですね、風潮していただいたというところがございまして、やっぱり携帯電話繋がるところが一番だというところもありました。ネットワーク良し、そして、皆様の応援よしというところでですね、トップシェアがつながっているというところでございます。沖縄セルラー電話、まあ、こちらではですね、まあ、規模としては小さな会社に見えるかもしれませんが、まあ、沖縄ではやっとトップの企業になりました。ぜひですね、まあ、先ほど申し上げました、沖縄セルラーの本社には、モニュメントもございますので、株主になられて、ぜひ株主総会で、沖縄セルラーのモニュメントを見ていただければと思っています。ぜひ、ご検討いただければと思います。ありがとうございました。はい、以上をもちましてですね、第1部